おいすこんにちは、メールです。今回は、9月のチャレンジ10ですね。9月のクエストダンジョンのチャレンジレベル10、貴族性強化の方にアヌビスとディアボロス、まあ結局ね、火力が必要になるんだったらこいつらで安定攻略できると思います。こちらで聞きましょう。一応全属性あった方が最初の闇のなんだっけ、アメリットか、アメリットの貫通に必要になってくるので全属性はあった方が良いです。こんな感じでいいかな。まあ火力で貫通もできなくはないのかな。まあ一応ガードブレイクで生かしていきましょう。で2フロア、イザナミさんは指短縮半減はさすがに厳しいので、ここは指延長を使って追加攻撃を使っていきます。ここは落としにするか。こんなもんでいいかな。ちょっと火の分割がしたいぐらい。まあこんなもんで大丈夫でしょう。はい。で3フロア、ワングレン、ここはワンパン突破できなくて全然いいので、もうむしろスキルを少し貯めたい感があるので、ワンパン突破はしない方向でいきます。うん、あの紙結びにアシストしてるグングニールを貯めたいんですよね。覚醒向こうが来ちゃうんで、ボス戦で。ここはね、相当火力を出さないとワンパンは厳しい。ただこいつ確か2発目がめちゃくちゃ強かったと思うんで、あんまり余裕を持って耐久することはできないかもね。まあ2パンぐらいでいいんじゃないかな。これじゃあまだ無理か、うん、もうこの辺で倒しとかないと逆に厳しい。アヌビス使おっかな。アヌビス使っていきます。確かに次の攻撃を受けきれないと思う、軽減あったとしても。まあこんなもんでいいかな。まあ、スキルは十分です。で、こいつね。これね、読みの位置をね、変えた方がいいですね。一応、闇の火力で突破はできるんですけど、安定性を取るんだったら、読みの位置は前の方が良いです。こんなもんでいいかな。OK です。で、5フロア。はい、爆弾ですね。濃姫を使ってもいいし、使わなくてもいいんだけど、どうしようかな。次が、ボス前が誰だったかな。まあ一応多分つ、あ、一応使っていくか。まあ、爆弾はちょっと怖いんで使います。一応上の2段ぐらいは確認しておきたい。あ、ここは闇なんだね。いや、闇、あ、覚えやすいね。この木で水で、あと闇だ。じゃあ、ここの水と木を揃えてあげさえすれば、あとは闇なんで。あー、繋がっちゃうな。まあ、いっか。はい。で、6フロアボス前ですね。で、グランリバースは、まあ、最初は、門が開いてくるので、門が開くのは別に構わない。で、次の攻撃が、インドラなしじゃ耐えれないダメージなので、軽減したとしても死にます。このパーティーなら。で、インドラを絶対使っていきます。まあ、一応軽減もね、張りたいんで、コンボはちゃんと組んでいくんですけど。
いや、吸収がね絶対に引っかかっちゃうんでね、ここは難しいところですね。はい、でもう一旦耐えます。まあここは別にそんなガッツガッツ組まなくても、ただ相手がなんだっけ 50% 軽減かなしてくるだけなんで、そんなに落ち込んが来られても逆に困る。はい、じゃあヨミちゃん使っていこうかな。ヨミ使っていきます。スキルを使った方がまあ安定した火力が出るので、スキルを使うことをおすすめします。あ、こうした方がいいかな。まあ時間が余裕があるので、うん、こんな感じでいこうか。まあ問題なく突破でしょう。でボスがかぐや姫だったかな。ここの覚醒無効を解除するために紙結び作れてきております。めちゃくちゃ硬いんでね、ちょっと本気で殴んないとワンパンは厳しいかもね。まあこんなもんでいいかな。さあワンパンできるかな。結構闇の落ち込みきたし OK ですね。まあだいたい立ち回りこんな感じです。はい、ということで今回は9月のチャレンジレベル10クリアしてみました。よかったら少しでも参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。